これが歓喜校だ。では。敵するは黄金の族と30万。いやと関東あざなわ技巧両政軍出身で元は下働きの身分であった。孫家の長孫権にその才能を見出され配下となる。黄巾の乱が起きると孫権と共に参戦。その勇猛果敢な戦ぶりで主を支え乱を鎮圧せんとしていた。何の戦は。いやーこの戦思った以上に大事だな。けど目立つには絶好の機会かもな。敵の親玉、聴覚って言ったっけか。そいつを撃てばみんなの記憶にも残るだろうし。でも郊外や帝府殿が討ち取るかな。あいつら俺より目立つだろうしな。まあ俺は俺なりに殿のために。殿、ご覧あれ。前に見えるは黄金の一味よ。温泉前の良い刀鳴らしになろう。行くぞ。敵を残らず打ち払うのだ。黄金島に歯向かえば天罰が下る。こんな風にな。お前ら黄金島の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足周宗様と勝負だぜ。俺は周宗ってんだ。一つ勝負といったい。忘れられないようにしてやる。こりゃやべえ。他はさっさと逃げるに限るぜ。やれ。いやなんとも厄介な感じですな。敵将討ち取ったぞ。
関東よ、望み通り目立っているぞ。普段からぼやくより先に体を動かせ。よかったら。何者だ。黄金の兵らよ、俺は韓義公で、お前らに名乗っても仕方ないか。ほら来いよ、来ないと聴覚を倒しちまうぞ。黄金の軍を追い出すぞ。まずは眼前の敵を派手に蹴散らすぞ。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。活躍するぞ。黄金刀の領袖、聴覚を撃つ。我らの力を見せつけてやれ。
見よ。天より授かり、急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。馬がご入り用で。またお待ちしてます。えい、いらっしゃい。毎度どうも。官軍でも何でもいいわ、早く騒ぎを鎮めて。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。えい、いらっしゃい。毎度どうも。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。義勇兵など集めても鷹が知れておろうな。
ええ、そりゃもう。あ、まあ、殿の無茶は慣れっこですから。さすがは孫家の縮小だな。ところで、お前に聞きたいことがある。留守を守ることの大切さはよくわかっている。だが、私ももう子供ではない。戦場で父上のお役に立ちたいのだ。それは父上にとって迷惑だろうか。お前は私の言葉をどう思う？俺がどう思うかは多分関係ないですな。でもまあ一つだけ、たとえ親子でも言いたいことは言うべき。語らずに伝わることなんてそう多くありません。黙ってると俺みたいに目立たない男になりますよ。いや、関東の働きは目立っているぞ。それこそ言葉で語るよりも雄弁にな。先行への貪欲さ、ここ一番での勇敢さ、それらは皆の手本になっている。そんなお前だからこそ父上も頼りにしているのだ。ああ、嬉しいことを言ってくれますな。あ、まあ、俺も口添えはしておきましょう。でも最後はご自分の口で殿にお伝えください。ああ、わかった。大変です、関東殿。ん？どうしたんだ？渤海大衆炎章様の名で激文が発せられました。奸賊盗宅許すまじ、心ある者は洛陽に集い、これを討つべしとのこと。そうか、わかった。殿はさすがだな、こういうのわかってるんだもんな。おお、そうだ、大事な用を言い忘れていました。殿がお呼びです。すぐにお集まりください。うん。孫賢殿、炎章から激文が発せられたとのこと。うん、話は聞いた。これで諸侯は董卓と、無論俺たちも出るぞ。お、獣がいるな。あなたもかかれ、狩りの時間だ。消し止めれば空に届かがんな。狩りはもう十分であろう。孫賢殿、いかがされた？
活躍するぞ。天下を連合。ああ、そりゃ炎章も炎術も声をかけてくるわけだ。まあ悪い気はしないよな。自分が使える主が輝いてるってのは。まさに俺にうってつけですな。殿、俺必ず奥方様をお助けしてみせますよ。おっちょく。ああ、帝からの命が届いた。不尊にも帝を戦勝した逆賊炎術を打てと。だがこの命の背後にいるのは曹操だ。炎術自身は小人とはいえその勢力は大きい。帝位の戦勝を口実に炎術の排除に動いたのだろう。まあその辺の事情はいいさ。けど炎術もおかしなやつだぜ。天下を取ってもいねえのに帝を名乗るなんてよ。実よりも名を取る、そういう男もいるということだ。君とは真逆だな、孫策。君は口頭に炎術に被験する勢力を築き上げた。ただ己の力で実を勝ち取ったのだ。今や君の動きは天下万人の注目するところだろう。さあどう動く孫策。君の決断が天下の行く末をも左右するのだ。下に進むならどの道炎術とは戦うしかねえ。それに親父の剣で借り回る。後ろに曹操がいようと消直受けるしかねえな。けどよ柊、曹操ってのは底知れないやつだな。ああ、いずれ炎術などよりはるかに強敵だよな。いつかは戦わなきゃならねえ。その時はきっと天下の覇者を決める戦いだ。それまで他の奴らに負けるわけにはいかねえな。事の次第は話した通りだ。我ら孫吾は曹操と協力し演じ諸将以上。気に入らんな。いつ良いではないか。作人様は周遊に絶対の信頼を置いてるの。帝府の気持ちも分かる。新参だから。おいおい、険悪な空気を出すなって。ほら周隊も何か言ってやれ。全然まあそんなわけでよ、曹操と組んで炎術を攻めることにしたぜ。あの曹操が味方とは心強いですね。ああ、今回の戦まず負けはすまい。だがどうか今後も続く戦乱に向け。しかすまない、お前たちにはまた苦労か。孫策様のためなら私どこへでもお供します。たとえ火の中でも。勝手に帝を名乗るとはな。まったく
剣術も派手なことをするもんだ。でもあの目立ち方はダメだ。俺たちがきっちり懲らしめてやらないとな。よう、曹操。董卓の時以来か。ほう、孫権。行くぜ、みんな。今までの借り、炎術に撃たれた模様です。残された遠家の兵馬は曹操が接収したとのこと。わかった。お前たちは引き続き曹操。承知いたしました。中原から河北一帯の掌握、曹操はまさに憂飛したか。だがならば孫悟はどうこのままでは曹操には勝てん。孫策が行ってから3年、領内の安定と人材の登用に尽力してまいりました。それらの成果も未だ十分とは言えない状況です。なんだかんだで孫悟の将も増えてきたな。このままだと俺が全然目立たなくなっちまう。これは踏ん張りどころだぞ。降伏したら孫悟は消えてなくなるかもな。そうなればいつかみんなに忘れられるよな。そりゃ嫌だよな。俺はともかく孫悟が忘れられるのは。だったらやるしかないよな。殿。若いのに頑張ってるな。あんなのを見せられちゃ俺も負けてられないな。孫悟のため今回は派手に暴れてやるか。もし北方の支配を固める、赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び天下への夕日の気を探っていた。だが孫悟が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める覇蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。この状況で俺たちに葬儀を攻めろと。そうきたか、軍神。さよう。今葬儀は漢中を制し、我が兄劉玄徳が地蜀の喉元に刃を突きつけている。この脅威を打ち払うため我らは漢中を攻める。孫悟には我らの動きに呼応し、が東西から葬儀を攻め兵力の分散を図るか。なるほど、いい策だ。だがその前に果たすべき約束があるだろう。関羽よ、お前たちは益州覇蜀を手に入れた。悲願であったよって立つ地を。慶州は足がかりであったのだろう。ならば
もはや劉備にとって必要あるまい。約束通り孫悟に返してもらいたいも。慶州は亡き劉表殿から兄者が譲り受けた地にござる。また石壁での戦の折、我らも相応の功を成した。慶州はその対価として順当なものであろう。すまんが、その類の詭弁には付き合いきれんぞ。お前たちは孫悟を利用し基地を乗り越え、孫権殿も俺たちも天下への大計のためとはいえ、それを許し、その恩を仇で返すというのか。ならば共に葬儀と対するなどという前に、孫劉の衝突は避けられんぞ。とはいえ、今俺たちが争っても利はないのも確かだ。勢いを取り戻しつつある曹操の脅威が迫っている。ここは妥協も必要だろう。関羽よ、慶州を東西に分割し、東を我ら孫悟、西を劉備が領有する案はどうだ。それならば兄者も諸葛亮殿も納得してくれよう。よし、ではそれでひとまず話をつけよう。だが関羽よ、俺の孫悟での立場は危ういものとなってきている。劉備を討て。劉備、いや、お前が慶州の返還を拒み続ければ、いずれ戦うしか道はなくなる。そう。テーフ、体の具合はどうだ。殿、我が輩の見舞いになど来ずとも。病が重いと聞いた。なぜ言ってくれなかったのだ。他言無用、そう言ったはずだが。悪い、ごまかせなかった。テーフ殿、皆お主が。病といってもただの風邪、寝ていれば治る程度のものです。本当か。ならいいのだが、周囲を失い、さらにテーフまでいなくなりでもしたら、孫悟の損失は計り知れん。心配は無用、我が輩は周囲より頑丈ゆえ。それより間もなく葬儀を攻めるのでは。慶州を取り戻すために合肥を攻めるとか。さすが、病床にあられてもご存知でありましたか。蜀と連動して東西より魏に来、その対価として劉備より慶州の半分が返還される運びとなりました。半分とはまさに生中よ。やはり蜀に慶州を返す気などなし。いずれ戦うこととなろう。やむを得まい。今後思えば慶州は是が非でも手に入れねばならん。無論命を守れるならば、それに越したことはないのだ。賢明なご判断、成長されましたな殿。さあもう行かれよ。こんなところで油を売っていても曹操は打てませんぞ。テーフの言葉はいつも耳に痛いな。テーフ、お前は養生してくれ。これは私からの命と思え。なあテーフ殿、本当に病は。殿を頼むぞ関東。我が輩はもう武器を持てぬ。郊外、お主もいつまで無理をするつもりだ。やはりごまかせんか。このところどうも体が思うように動かん。お互い夜年並みには勝てんの。おいおい、やめてくれよ。郊外まで何を弱気になってんだ。ようやく曹操と戦えるまでになったんだぞ。ここで死んだりしないでくれよ。俺は嫌だぞ、お前たちの墓参りなんて。何関東よ、心配するでないわ。
殿より先には死のうと、曹操より先には死なん。ではな、テフ殿、合皮を落としてまた来るわい。若輩者たちがよくぞ育ったものよ。周瑜よ、我が輩の役目もここまでだ。そろそろお前たちに会いに行くとしよう。よし、この合皮攻めで派手な功を立てて、後で帝府殿や郊外に自慢してやろう。殿、合皮進行の準備が整いました。いつでも号令を。ジュスコーのお返しってね。今度はこっちから攻め立ててやる。ああ、孫悟の力、葬儀に思い知らせてやるのだ。そういや、じいさんたちはどうした？いつも張り切るくせに今回は見当たらねえな。帝府殿と郊外殿ならば病で伏せっているそうだ。重鎮たるお二人がいないのは心もとないが、その分俺たちが働かねばな。心配ですね。大事なければよいのですが。帝府殿も郊外殿も長年孫悟の軍を支えた縮小、そのお二人がいないのは。何案ずるな、殺しても死なんような方々だ。さあそろそろ行くぞ。我らの総力を挙げて合皮を攻める。では僭越ながら郊外殿に代わって俺が時を挙げさせていただこう。孫悟の将兵よ、奮い立て。合皮を奪い、葬儀に我らの力を示さん。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。さて行きますか。味方も合皮で待ちくたびれてるだろうしね。よし、ここで防御体制を取るのだ。敵地攻略に向かいます。みんな私に続いてください。俺たちであそこを落とす。野郎ども気合い入れてくぜ。俺たちの手で要所を落とす。行くぞ、遅れずについてこい。行くぜ。目についた敵は残らずぶちのめしてやる。さてそろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ突くとしましょうか。今の俺たちに敵なんかいないぜ娘。面白くねえ。行くぞ。無事に砦を守ることができた。これもあなたの働きのおかげです。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。勝った、これで一安心だな。お見事です。私も見習わなければ。
私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。お、早速やってやがるな。俺も一暴れさせてもらうか。捜索部隊、各員持ち場につけ。我々の手で超視鏡を破壊するのだ。捕まえてやる。この任務は何としても成し遂げねばならん。予備の高速部隊をよこすのだ。狙いは定まった。敵が足場を崩し、戦意を損。狙いは定まった。敵が足場を崩し、戦意を損。引かねばならぬとは。調子鏡を壊せば、孫権の退路を立てた者を。これで一安心だな。お見事、見せつけてくれますな。要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。チキシャ、義の奴らが嫌がる。これじゃ先に進めねえぜ。任せてやる。
敵陣を突き崩す。俺に続け。遅れるなよ。安心だな。準備の頃合いであろう。仕損じたか。まだ機はある。第二陣前へ。戦線を死守せよ。行くぞ。俺たちでこのガッピを守り抜くんだ。多数到来。このままでは本陣が包囲されます。何？ここから押し返すというのか。恐るべきは魏の将らの闘志。このまま戦えば窮するのは我らか。今は合肥攻略を断念する。皆兵を引くぞ。報告、山岳砦からの補給部隊到着しました。よし、これで兵站の心配はなくなった。孫悟の勇士たちをただ前へと駆けよ。来るって分かってたぜ。俺、敵を追い返す。兵器部隊攻撃準備。殿、ご無事か。大使主義、気球を聞き馳せ参じました。今は殿が逃げ切ることこそ肝要。ならば伝軍はこの俺が務めましょうぞ。文言再び水産。全軍孫権を追撃せよ。この頃少子教は壊されているはず。孫権は態度を大きく変えることになろう。伝令、少子教健在。我が方の工作部隊は壊滅した模様です。なんと前後の先見、我らを上回っていたか。おお、
少子卿は無事だったか。これこそまさに皆が開いてくれた結露だな。今こそ孫権を討つ好機。配置した伏兵部隊が功を奏するはずです。敵がいたか。冷静に対応し被害を最小限に食い止めよう。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。俺たちであそこを落とす。野郎ども気合い入れてくぜ。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。ときた。あそこが狙い目ってやつだな。ずいぶんと消耗してしまったな。一度下がる。心身を休めるぞ。なんとか逃げ切れたか。ガッピを奪うはずが命を奪われかけるとはな。私がこうして生きているのは皆のおかげだ。その尽力には再起という人で報いねば。カンネ、殿は大丈夫だ。うまいこと逃げたみてえだぜ。そうか。しかしヒヤヒヤしたぜ。長領とか言ったか。おめえまでやられそうだったじゃねえか。たく、俺が助けなきゃ今頃あの世。ああ、はいはい、そういうことにして。お、ずいぶん素直じゃねえか。感謝してるんだっつーの。あんたもおとなしく。お前たち。おー、おっさん、そっちこそ生きてたか。誰がおっさんだ。いや、そんなことより太子寺殿を見なかったか。そんな。呼んだか、両毛殿。太子寺殿、ご無事でしたか。さすが孫悟の古か。うん、宿将の一人として無様はさらせんからな。すでに戦場から脱出されました。そうか。太子寺殿。孫作殿、そして孫権殿、殿に伝えてくれ。太子寺が。はい、俺たちと合流した時にはすでに深手を負っており、最後に。なんということだ。また一人孫悟の要たる人物を失ってしまうとは。そうか。太子寺よ。伝令。孫権様、剣業より不報です。帝府様と郊外様、病にてご逝去なさいました。バカな、何かの間違いではないのか。なんだよ、帝府殿。郊外、こんなに早く行くなんて。ダネ、なんだ次から次へと。恐れながら
緊急の報にございます。曹操が巨匠より出兵しました。現在合肥に向け進軍中です。その数30万。何？バカな、合肥にそれほどの兵を割くだと？漢中は劉備殿は何をしているのだ？いや、まさか曹操は漢中を捨てたのか？殿、いかがなさいますか？曹操、実に恐ろしい男よ。孫悟の重鎮が失われたこの時、皆、今は友の死を悲しんでいる暇はない。悲しみを闘志に変えよ。去った者から受け継いだ者を示す。県業付近で軍を再編する。集められるだけの兵を集めよ。我らの手で孫悟を守るのだ。ロシク、お前は劉備に援軍を要請してくれ。はっ、ですが彼らが応じてくれるかは。それでもよい。今は打てる手をすべて打つ。殿の言う通りだ。今は悲しんでる時じゃない。あいつらの分まで俺が頑張らないとな。敵地攻略に向かいます。皆、私に続いてください。魏軍の動きはどうだ？曹操の本隊が術高に布陣。先方はすでに県業に向け進行中です。急ぎ反撃に出れば都は陥落します。こちらの兵力は？およそ10万。数の差は圧倒的です。あとは皆の奮戦に。そうか、よくそれだけの兵。皆聞いてくれ。この一戦に敗れれば孫悟は滅びる。それを阻止できるのは私たちだけだ。皆の力、皆の命、この孫中。当然です、孫権殿。そのために俺たちはここまで来たのですから。ええ、私たちが孫悟を守ります。倒れ去っていった方々の。そういうこと。こんなところで終わるわけにはいきませんからね。ようよ、これは弔い合戦だ。負けるわけにはいかねえぜ。私たちの孫悟を、そして大切な人たちを守ってみせ。どうした、女性、震えているぞ。シュータ、俺はかつて故郷を失ったことが自分だが、二度と、もう二度と失い。その息だ。ロシク、劉備からの援軍はどうなっている？殿、残念ながら援軍の要請は断られました。そればかりか慶州の家恩はこちらを侵犯し我らの兵糧を奪い取ったそうです。何？どういうことだ？葬儀の軍との戦いで兵糧が枯渇したようです。それを補うためであろうと。おのれ、それが答えか、劉備。不当に慶州を奪い、基地にあっては刃を向ける。もはや孫劉の命などない。孫悟を守れるのは我ら孫悟の将士のみ。ロシク、お前は急ぎ慶州に向かい関羽の動きを制止。は、承知いたしました。行くぞ、竹木虎たちよ。我らの孫悟を守るため。両門、少しいいか？ロシク殿、戦の準備はよろしいのですか？うん、そちらの方は整えてある。あとは
お前に工事を。突然な。両毛よ、俺は死ぬ。病なのだ。これまで隠してはいたが、もう長くはない。宿将たちが世を去ってしまったこの時に俺も死ぬというのはすまんと思うがな。これからは次の誰かが殿を支えなければならない。その退任ロシク殿。リョモ、俺からの最後の頼みと思ってどうか殿を頼む。俺は殿に天下を取っていただくと約束した。その約束をお前が引き継いでくれんか。承知。ロシク殿の頼み、この御使命が確かに引き受けます。すまんな。お前ならば安心して。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。あの地を狙う。ついてこい。敵地攻略に向かいます。みんな私に続いてください。目標は決まった。いざ進軍を開始。忘れられないようにしてやる。かの地を抑える。みんな、それがしに続くのだ。敵地攻略に向かいます。みんな私に続いてください。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。敵地攻略に向かいます。みんな私に続いてください。軍の屈強さ、思い知らせてやれ。あの地を狙う。ついてこい。ぶっ捕まえてやろう。ここは逃がさぬぞ、孫権。孫権様にも見させる。またしても退けられるとは。ここで必ずこの雪辱を果たさん。深く孫悟の信念、見事なり。こんなところでしくじるとは、俺もなまったものだ。敵の包囲は打ち破った。
皆、今こそ攻勢に転じるのだ。いかな大軍相手だろうとひるみはせぬ。義軍を退け、孫悟を守り抜くのだ。敵の士気はかなり高いようです。曹操を撃たない限りは引かないでしょうね。勝った。これで一安心だな。あの地を狙う、ついてこい。あの地を狙う、ついてこい。あの地を狙う、ついてこい。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。首相を倒せば先へ進めるか。しかし術功も用地関与はできんな。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。おりゃ、その治癒、まさに真の三国無双。ぶっ捕えてやろう。敵ながらなんと美しい戦ぶり。ここは引くしかありませんね。敵将討ち取ったぞ。その勢い誰にも止められますまい。援軍を出せぬか。申し訳おりません。まずいわい。味方が近くにおらんかの。ここで防御体勢を取るのだ。おりゃ、敵将討ち取ったぞ。お見事です。私も見習わなければ。俺としたことがすまん、猛毒。勝った。これで一安心だな。
陣を切り、敵の戦列を崩すのが私の役目。楽文献、全力で行きます。おお、ずいぶん燃え上がってるな。けど、暑さでなら俺も負けない。この右軍則と厳正なる勝負。お見事です。忘れられないように。私も見習わなければ。役目を果たせないとは無念です。この失態、いかに償うか。勝った。これで一安心だな。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。しばらくこの場にとどまる。守備を固めておけ。おう、相変わらず見事な戦運びよな。だがこの戦、勝たせるわけにはいかねえ。Oh, yeah!
地に守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。勝利するためにな。敵将、討ち取ったぞ。ここは死ぬ気で守り抜くだ。誰も通しちゃなねえぞ。その画集がお前を殺すのましたね。この戦、私たちの勝利です。そのようだな。だがやはり魏軍は強い。曹操との戦はここで収めるべきやもしれぬ。ずいぶんやられてしまったな。はい、ですが曹操の軍勢は退けました。私たちの勝利です、孫権様。ああそうだな。みんなよくやってくれた。これで殿が陣頭で戦われましたからね。それは俺たちも死ぬ気で戦いましたよ。ああだな。これで死んじまった奴らも浮かばれるだろうぜ。本当によかった。これからも殿の下で孫悟を待つ。それがしが守るは殿の御身と孫悟の美しき風景。生涯をかけてその務めを全うせん。殿、お伝えしなければならないことがあります。つい先ほど陸公より知らせが届きました。ロシク殿がお亡くなりになったと。何？以前から病であったそうです。それを隠して今日まで尽力してこられました。それがいよいよ病状が悪化したとのことで眠るように息を引き取ったと。苦しまずに行けたのならば。ロシクよ、なぜだ。
皆、すまる。私は弱く、皆の献身の上にあぐらをかき、多くの者を死なせてしまった。もう二度と、同じ過ちは繰り返さぬ。戦乱を終える。義と職を倒し、天下を手に入れる。それが、死んでいった者たちへ、せめてもの手向けだ。殿。殿、大変です。背後から義軍の別動隊が接近中。こちらを包囲する構えを見せています。なんだと。つもりだ。そうそう。殿、やつは我々を生かし利する腹でしょう。利する？何に？おそらくは慶州関羽、そこで孫悟と葬儀の利は重なります。ほう、呉にも妻子がおるようだな。まさしくその通り。わしと組み慶州に関羽を打つ。それを訳せば、ここは見逃してやろう。三分された天下を描き直すというのか。そうよ、関羽を討つまで我ら靴輪を並べようぞ。関中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら関中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を討つべく進軍を開始。狙いを繁盛。余毛殿、本当に関羽を討つのですか？そうだ、殿がご決断された。慶州の領有について、長い間孫劉が対立してきたのは知っていよう。俺たちはずっと慶州を奪い返す機会を伺っていた。だが軍神関羽の存在がそれを拒み続けてきた。今その脅威を取り除く。しかし形骸化しているとはいえ、職とは名があります。義と結び関羽を討てば、我ら孫悟が裏切りの汚名をかぶることになります。仕方あるまい。汚名を着せられようと慶州は奪還せねばならん。慶州は肥沃で豊かな土地だ。また義や職への守りにも資するだろう。孫悟にとって領地であることは間違いない。それに
慶州を抑えれば先の合肥のような凄惨な戦も減るはずだ。劉備のもとには姫様がいらっしゃいます。それでも殿はご決断なさったのですか。お優しい殿が何も思わぬはずがあるまい。それでも孫悟のため殿は道を定めたのだ。わかりました。これ以上は何も申し上げません。殿のため、孫悟のため、関羽を討ちましょう。すべては孫悟のためだ。悪役だろうと、いくらでも務めてみせるさ。軍神なんて歌われる奴と戦うんだ。そう悪い役どころじゃないさ。劉備に奪われた慶州を奪い返すだけだ。筋を通すことに何の不義がある。だな。偉そうに好きかって言うようなやつは思いっきりぶちのめすだけだぜ。軍神ね。ま、名前負けしてないかお手並み拝見ってね。関羽は俺が斬る。みんな頼もしいな。改めてお前たちが仲間であることに感謝するぞ。よし、ならばみな。おいおい、大丈夫かよおっさん。すまない、気にするな。みな、覚悟を決めよ。これより我々は慶州を攻め、軍神関羽を討つ。孫権様、本当によろしいのですか。職には姫様が。蓮氏、孫悟を守るためには慶州が必要なのだ。そして軍神関羽の部は脅威。今ここで取り除いておかねばならぬ。わかりました。孫権様がご決断されたのならば。ありがとう蓮氏。皆聞け。劉備は我らとの命を踏みにじった。この不義に対し孫悟は刃にて報いる。これより我らは関羽を討ち慶州を奪還する。関羽が繁盛を睨む今こそが好機。慶州を奪還するのだ。公領を守るは軍神関羽の子ら。侮ることはできませんね。放っておくのは得策ではない。
私が防御に当たるとしよう。やはりそうきたか。読み通りの奇襲、面白くもない。一安心だな。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。壁将、討ち取ったぞ。よくやった。お前の治癒、日々磨かれているな。俺たちの手で要所を落とす。行くぞ。遅れずについてこい。殺しはすでに確認済みよ。のこのこ来たことを後悔するがいい。状況は我らが優位。ひとまず話を聞いてやろうではないか。戦の最中に話とはどう。ほう、それは興味深いな。つまり職軍を裏切れと。そんなことをして、おお、それは興味深いな。裏切れば関羽殿を敵に回すことになる。お前らに軍神を討つ生産はあるのか。その言い分はいかがなものか。まあいい、話を続けよう。職には妻子や一族がいるのだ。そうか、うん、悪くない話だ。仮に寝返ったとして扱いはどうなる。職よりも礼が。前の言葉しかと心に響いた。今より孫悟に味方し関羽を討たん。軍神と呼ばれていようが恐れはしない。関羽の首を取ってみせるぞ。勝った。これで一安心だな。いいね、その調子で頑張んな。
ですね。のろしのおかげでしっかり準備できてます。我なしとて龍神の子、父上から任された城を渡してなるものか。ここはじっと我慢の軍神の子。頑張んな。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。さて、そろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ、つくとしましょうか。守りきれないなんて、父上に何と言えば。両毛殿、うまくいきましたね。これで光陵は孫悟のものです。体勢は整った。あとは艦を撃つのみよ。これで光陵は落とした。あとは艦を両毛殿、こちらにおられたのですね。ああ、わかった。両毛殿、大丈夫ですか？両毛殿、その血は。言うな、リクソン。俺はロシク殿と約束したのだ。必ず殿に天下を取っていただくと。今ここで立ち止まるわけにはいかんのだ。殿に天下を。誓え、リクソン。俺の命が燃え尽きるその時まで、決してこのことは口外せぬと。わかりました、両毛殿。私たちで殿を天下へとお連れしましょう。ああ、やるぞ、リクソン。軍神。殿、光陵は抑えました。あとは艦を撃つのみです。さあ、お命じください。軍神を討ち取れと。北は魏軍が抑えています。艦は西に退路を取るでしょう。へえ、
逃がすかよ。どこまでも追いかけて討ち取ってやるぜ。けど敵さんも必死だ。ここからはお互い生きるか死ぬか。それでも最後に立っているのは俺たちだ。敵は全て切る。私たちで支えましょう孫権様を。そして私は確信している。孫悟の勇士たちならば必ずや皆死ぬなよ。この戦に勝ち共に明日へと進むのだ。はっ、行くぞ。殿のため、孫悟のため、今こそ軍神関羽を討つ。慶州奪還は孫悟の悲願。必ずや関羽を討ち取るのだ。お前たちはここで止める。父上の元へは行かせるものか。私たちだって父上のお役に立ちたい。だからあなたたちはここで倒します。そう、でもごめんなさい。あなたたちはここで撃たせてもらうわ。援軍として参りました。これより探索様に加勢いたします。援軍を呼んでいたなんて困ったわ。
境を変えるにはあの地が必要だわ。生き延びてくれればこれより先へは断じて進ませぬ。関羽討伐の邪魔をさせぬ。お前は俺が倒す。父上、どうかご無事で。敵は見事な無駄だった。あとはただ顔の後に進むのみ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。とったこれで一安心だな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。あの地を抑えるぞ。進め。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。武士を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。元へ帰り、誓いを全うせん。誓いが違えることになるとは。兄者、申し訳ござらぬ。ついに追い詰めたか。関羽、神妙にせよ。関平、すまぬ。そなたの命決して無駄にはすまい。皆、ご苦労だった。おかげで慶州を奪還することができた。周囲をはじめ、多くの者につながれてきた悲願、ようやく叶えられたのだ。これで天界の足がかりができた。周囲たちも喜んでくれるだろう。リクソン、よく両盟を支えてくれた。恐縮です、殿。しかし、劉備は必ず報復の軍を向けてくるでしょう。今回義と結んだ盟も
いつまで維持できるか見通しはつきません。慶州は得たものの、孫悟にとって難しい状況は続くでしょう。ああ、だが覚悟はできている。戦いの果てに必ず孫悟の天下をつかむのだ。ところで呂蒙はどうしたのだ。少し体調が優れないとのことです。大事をとって休まれると。そうか、養生するよう伝えてくれ。あまりに多くのものを失った。これ以上の死は見たくないのだ。孫権様。急報！急報です！長安より報告。義王、即居とのこと。曹操が死にました。兄上、兄上、呂蒙が死にました。また一人孫悟を支える者を失ってしまいました。そして曹操、一代の英傑がこの世を去りました。おかしなものです。あれほど恐れ憎んだ敵だというのに、いなくなってみれば同じ時を生きた者が死ぬたびに。そして今度は劉備と戦わねばなりません。劉備のもとにはもしも将校と戦うことになったら、その時殿、蜀の大軍勢がこちらに向けて進軍中です。怒りに任せて突き進んでいるようで、これは負ければひどいことになるでしょうな。分かっている。慶州で関を打った時こうなることもまた覚悟していた。リクソンはっ、お前に全軍の指揮を任せる。大都督として皆を率いよ。私でよろしいのですか。異例の大抜擢だな。本当に大丈夫か。俺はちょっと不安だぞ。リクソンですか。実績では俺も負けていないはずですけど。こらえてくれ主膳。リクソンには関羽討伐で呂蒙を支えた功がある。その治癒も皆の知るところとなった。この戦はリクソンの才を信じ任せたい。皆もよく支えてやってくれ。わかりました。今回はリクソンに譲ります。ありがとうございます主膳殿。殿、陸白玄、大都督の任拝命いたします。しかし殿、よろしいのですか。敵方には姫様が。敵が誰であろうと孫悟を脅かす者は粉砕する。たとえそれが我が妹であってもだ。孫権様、どうも殿らしくないね。表情も変えずにああも言い切るなんて。それだけこの喧嘩がやべえってことだろう。覚悟を決めねばな。何があろうと孫悟は守り抜く。自分たちがいる限りそれは絶対だ。ん？亡き呂蒙殿の分まで。敵が誰であろうと粉砕するか。いや、それは正しいんだろうけどな。
なんだか曹操の言葉に聞こえてな。いや、無理をしているからそういう言葉が出てしまってるのか。殿、自分で背負おうとする者に押しつぶされなきゃいいんだが。皆さん、準備はよろしいですか。食軍はもう間近まで迫っています。速やかに迎撃しましょう。無理はするなよ、リクソン。何かあれば遠慮なく俺を頼ってくれ。ありがとうございます、関東殿。ですが、任された務めは果たします。そう言うからには策はちゃんと考えてあるんだろ。ええ、修繕殿。ここは私たちが得意な手で行きましょう。というとあれだな。分かってるじゃないか。早速燃えてきたぞ、リクソン。ええ、よろしくお願いします。なんだなんだ、俺たちは小屋の外か。二人の遊戯、さながら炎のごとくか。まずは敵を引きつけてください。敵をこちらの領内深くまで誘い込み、敵陣が長く伸びたところを一気に叩きます。一気に叩く役目は修繕殿に担ってもらいます。なるほど、それじゃ俺たちも自分の役目を果たすとするか。帝府殿じゃないが、若輩者のお手並み拝見だ。さあ行きましょう。私たちの力で孫悟を守るのです。食軍の猛攻から孫悟を守らなくては。医療へ向かい劉備を引きつけましょう。
この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の要所を叩く。勝った。これで一安心だな。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。五軍が敵を狙ってくるのは何か企みがあるのだろうか。リクソン殿の率いにこの地は欠かせぬ。必ず抑えてみせる。行きましょう。敵の布陣を切り崩すのです。ありっ
竹の闘志を燃やせ。行くぞ、突撃だ。医療を目前にして敗れるとは、関羽殿と張飛殿の敵を討ちたかった。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。孤軍に敗れるとは、申し訳ない。気を引き散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。気を引き散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。力及ばず、隙を守りきれないと情けない。隙を制し、飛行はより円滑に進むだろう。我らでリクソン殿のお役に立てて何よりだ。勝った。これで一安心だな。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。この技、手薄になっているようだ。守っておくべきだと思う。捕まえてやる。家計の準備が整うまで時を稼ぐのだ。防備を固め、守備を引きつけよう。よく解く。お前たちの無念は必ず晴らす。孫悟の将兵は根絶やしにしてくれる。伝令、家計の準備は順調です。予定より早めに完了予定とのこと。父上と兄上の敵、ここで私が取ってみせる。兵器部隊、前へ。この戦い、腰を据えて挑む必要がある。補給部隊を呼べ。兵糧の確保を怠るな。申し上げます、兵糧庫より補給部隊が到着しました。よし、兵糧は確保できたな。皆、規制を上げよう。食を迎撃するのだ。まだだ。孫権の首も取れずに死ねようか。孫権様、家計の準備が整いました。よし、今こそ時は満ちた。ネクソン、あとは頼んだぞ。はい、お任せください。
を捕まえてやる。さあリクソン、俺たちの紅蓮の闘志見せてやろう。何しにしろ。仇討ちも果たせないとは。一旦引き再起を図る。火は熟しました。修繕だ。やあ、リクソン。今だろ。紅蓮の炎よ。そこの未来を照らせ。というのか。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。今より食軍を追撃します。この機に完膚なきまで叩きのめしましょう。戦略上の用地です。進軍を停止し防衛線を設けます。敵地攻略に向かいます。みんな私に続いてください。
に向かいます。みんな私に続いてください。諸葛亮様よりご伝言が、我らが敵を足止めする間に撤退をとのこと。そうか、諸葛亮。みんな、すまぬ。私はこれより白帝城へと向かう。あ、敵。あ、なんだ、石像か。紛らわしいな。これほど深く入られるとはですね。その猛進もここまでです。みんな、不明な私を逃がすため、すまぬ。そなたたちの命、無駄にはせんぞ。これも皆さんの奮戦の賜物です。そこまでだ劉備。これ以上の抵抗に意味などない。まだだ、まだ私は引けぬ。雲長と翼徳の無念を晴らすまでは。ならば是非もない。今ここでお前を斬る。逃げて玄徳様。姫様。将子殿、なぜここに。玄兄様、玄徳様を斬るつもりなら私が相手になるわ。そこをどけ将子。私は劉備を討たねばならん。孫悟の家族を守る、それがこの身に課せられた使命なのだ。私も同じよ。大切な人たちを守りたい。虎の牙は愛する家族を守るため。私にも父様の血は流れているから。行って玄徳様。すまぬ将子殿。将子、それでいいのか。ここで袂を分かてば二度と孫悟には戻れんのだぞ。それでも私は玄徳様の妻だから。ごめんなさい玄兄様。ありがとう将子。諸軍は撤退しました。この戦、我ら孫悟の勝利です。どうだ陸遜、俺の働きは見事なものだったろ。はい修繕殿、この勝利はあなたの家系あってこそです。陸遜も大した指揮官ぶりだったぞ。ああ、孫悟の大都督として申し分ない働きだった。そんな、
過分なお言葉です。ところで両党殿、関寧殿のお姿が見えませんが。なんで俺に聞くんだっつーの。どうせそこらで油でも売ってるんじゃ。大変です、関寧様が。ったく、この鈴の関寧様ともあろうものが。関寧、なんだ この傷は。よう、領土をちっと下手打ちしまってよ。物陰からいいのもらっちまったぜ。おっさんに会うのは俺の方が先やし。おい、冗談はよせって。しっかりしろ、カンネ。わーい、俺が死んじゃ親の仇が打てなくなっちまうな。ふざけんなっての。あんたには言いたいことが山ほどあるんだ。死ぬな。おい、死ぬなっつの。なあ、両党、誰かの願いを背負っちまうってのは重いもんだな。おっさんが死んでおめえの気持ちが少しだけ分かったぜ。なあ、両党、おめえの親父とおっさんのついででいいからよ、もう一人分背負ってくれや。じゃああとは頼んだぜ。また私の道のために大切な仲間の命を失ってしまったか。許せ、観念。許せ、両党。よし、ここで防御態勢を取るのだ。自分たちの進むべき地は決まった。一心不乱に突き進め。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。私が前へ進もうとすればするほど大切なものがこの手からこぼれ落ちてゆく。父上、兄上、周囲、帝府、ロシク、両毛、大師寺、郊外、観念、将校、私は何のために、一体何のために戦ってきたのだ。誰か教えてくれ。
よくお越しくださいました、諸葛亮先生。殿、諸葛亮殿との会談で蜀との命は回復しました。ですが一方で魏との命が失われました。今魏の大軍勢が孫吾に向け進軍中です。どうなさい。孫吾を犯す者は撃つ、それが何者であろうとだ。皆出撃の準備をせよ。私もすぐに向かう。殿はどうなさったのだ。心ここに。医療でのことをまだ引きずっておられるのでしょう。殿はご自身が進んでこられた道が多くの命を散らせたと自責しておられる。今回の魏軍の侵攻、殿に責任などありません。それでもおそらく殿はこの状況を招いたのは自分だ。まずいぞ。孫権殿の気迫が衰えていては全軍の士気に関わる。ここは何とか立ち直ってもらわなければ。いや、ここは俺たちが。そうは言うが何か手はあるのか。おい、聞いて。蓮氏殿に頼んで孫権殿を元気づけてもらったらどうだ。それでどうにかなるとは思えない。だが他に手など。やかましいわ小僧ども。関東殿。殿を何とかしようというのは殿に全てを背負わせるようなものじゃないのか。そうじゃないだろう。主を支えるのが真の務め。関東殿。すまない関東殿、俺たちが間違っていた。孫権殿にこれ以上の重荷は背負わせない。皆で孫吾を守ろう。ならば自分に一つ策がある。ここは任せてもらえないか。おお、珍しいな。よし、女性。ん？これは俺が時を挙げる流れか。よし、みんな魏の軍勢謎を追い返すぞ。俺たちの力で孫吾を守り抜くんだ。将軍、万事整いました。うん、よし、これで間に合った。よせ。いや、俺はたまげたぞ。また随分と大きなものをこしらえたもんだな。敵の目を引き欺く。大きいことに意味があります。誰も乗っていない船まで浮かべてか。空船で十分近づかれなければいい。魏帝宗妃は大軍で南進し我らを押し流そうとしている。だが呉の地を飲み込まれてなるものか。奴らが激流だろうと抗い押し返すのだ。しかしよくできてる。俺にはちゃんとした城に見えるぞ。本当ですよね。これで中身が空っぽなんて誰も思わなそうです。いや、これは偽物ではない。自分の、いや我らの覚悟と意地がこの城には詰まっているのだ。孫吾を何としても守りきる。ジョセ、こたびの戦お前の策が頼りだ。
を止めるわ。そう、一息。ダメキシュー、いつの間に。変換、急ぎ迎撃せよ。残らず叩いてやれ。ここで果てるわけにはいかない。あとは他の人に任せる。敵は我らの内調を探ろうとしておる様子、注意するようグホン殿にも伝えねばな。これで一安心だな。お見事です。私も見習わなければ。敵地攻略に向かいます。みんな、私に続いてください。攻略に向かいます。みんな、私に続いてください。敵地攻略に向かいます。みんな、私に続いてください。五軍の目が光陵に向いている。今が好機よ。術光を奪っちまえ。術光は光陵防衛の要所、断じて譲るわけにはいかぬ。おりゃ、やるからと皆を守る。私たちは頑張らなくてはね。さあ、行きましょう。すぐに終わりにしてやるぜ。敵地攻略に向かいます。みんな、私に続いてください。忘れられない動きすぎだが、番長殿に叱られる前に引こう。よし、術光を守り抜いたぞ。ここは光陵防衛の要になるはずだ。勝った。これで一安心だな。鮮やかなお手並みですね。お見事です。敵地攻略に向かいます。みんな、私に続いてください。義の信仰を支えているはず。落とせば大きな打撃を与えられるぞ。歩きながら見事な気迫。この女孔明、全身全霊の武でお相手いたす。この砦に目をつけるはさすがだが、王志向が守る限り断じて渡さぬ。
ありったけの闘志を燃やせ。行くぞ突撃だ。自分の鉄壁の守りすら貫くか。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。拙者の部は拠点すら守れぬか。己の魅力差をただ恥じるのみでござる。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。よし、敵の砦を制圧したぞ。近くにもう一つ兵器拠点があるらしい。そこへ魏の指揮官が向かっているぞ。領所を潰し、そいつも倒せば一石二鳥よ。勝った。これで一安心だな。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。諸家の戦で消耗している今が好機だ。反復常なき孫悟をここに打ち滅ぼせ。義の軍勢、これほどの気持ちだ。急ぎ迎撃の体勢を整えれば。長江の対岸に大層な城壁が築かれたが、下船な。そんな時間が奴らにあったか。もっと近くで確認しないと。なんとも火を軟化させ、様子を伺わせましょう。兵器をもっと増やした方が良さそうだな。援軍をよこすよう言ってくれ。捕まえてやる。あんな見事な城壁を短期間で建てるなんて、この軍事力恐ろしいほどだな。いや、あんなものがすぐできるわけがない。あの城壁は何か怪しいぞ。この私が大を潰す気を逸するとは。やった、葬儀の大軍団を撃退したぞ。これも女性の策あってこそだな。敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。守れたのか、私たちの孫悟の地を。殿、魏軍は完全に撤退しました。この戦、私たちの勝利です。自分たちは守り抜いたのです、この愛する孫悟の地を。しかしまたよく燃えたな。今回の戦の主君は
俺で決まりか。バカを言え。今回一番目立っていたのは俺だ。待て、この勝利は自分の策があればこそだろ。ご安心を、女性殿。あなたの功は皆が認めるところです。ただ私が頑張ったことも少しは認めていただければと。分かっているとも、リクソン。これは自分たち皆で成し遂げた勝利だ。そうですね、女性殿。いい響きだ。孫悟に明るさが戻ってきたな。春の日だまりのごとく暖かく穏やかな空気だ。まあこれで死んだ連中も納得するだろうさ。そうだろう、カンネ。どうしたのです、孫権殿。さっ殿。孫権様、泣いていらっしゃるの。はあ、そうだ、そうだったのだ。私が本当に願い欲したもの、それは天下などではなく。おい、関東は皆と力を合わせ公領を守り切った。医療の戦いに続いて彼は抜群の働きを見せたのである。今回その功績を認められ孫権から称えられることとなった。孫権の代より皆を陰から支えた名将関東。そんな男が今誰よりも輝く主役になろうとしていた。戦における最大の功労者、関義公だ。あん時の俺、目立ってたな。ええ、関上皇にして勝負将軍、そして官軍大使、都督の称号までお持ちなのが関東殿です。名実ともに孫悟を代表する名将を称えることができ、私たちも士気が上がりました。そうか。そういえば医療の時はお前の抜擢に文句を言ってすまなかった。思えばそうだ、俺が活躍できたのはリクソンがいろいろやってくれたからだよな。いえ、私はお手伝いしただけです。関東殿のお力がこの結果を導いたことに変わりありませんよ。さあ、行きましょうか。次の戦場が私たちを待っています。そうだな、ありがとうな、リクソン。よし、どうも関義公の顔とな、歴史に刻み込むぞ。